でもね、ほんとね、滑舌がね、悪いわけじゃないんですよ、私ね。ほんとね、ごめんなさい、楽して喋ってるだけで。いや、ほんと、ごめんなさい。楽してるとか、皆さんの前で堂々と言ってごめんなさい。すいませんでした。でも1時間とかはっきり喋るのは疲れるんですよ。アーカイブをね、見て、ちょっと勉強してたんですけど、自分のね。で、なんか、見てて、なんか、もうちょっとツッコミな、なんか、低く、パッキリ言った方がおもろいなと思ったから、ちょっといろいろなんか調整しようと思った。なんかそう、なんか不思議だった。なんかごめん、なんかが口癖でごめんね。とかなんかがめっちゃ口癖なんだけど、ごめんね。そう、なんか言っちゃった。ですね、つまりいや、なんかって言わないようにすると、なんか何言うか忘れちゃった。うわー、忘れちゃった。あ、そうそうそう。なんかさ、みんなさ、なんか、思った以上に可愛いって言ってくれるじゃん。いや、はじめ、意外で、それが。今まで、おもろいって言われてたから、これおもろいんじゃないんか、みたいな。って思った時ね、あ、みんな、やだてんだと思って。気使ってんだと思って。全然ね、初めの、これ、おもろいって言ってもらって、かまへん、かまへんということじゃない。まあ、もちろん、おもろいって言ってもらっても、いいんやでってことだな。まあ、おもろくない時も、おもろいって言ってもらって、いいんやでって思ってるんだな。でね、言ってくださいね、全然言っていい方のいじりなんでね。よどきいじゃん。ねえ、みんな。じゃね、いや、かわいすぎて滑ってるよってどういうことだよ。滑ってんのか、うちは。まあ、滑るもいいよな。滑るのもいい。でも、チャレンジすることが大事だから。おもろいこと言って楽しんでもらおうっていう努力が大事だから。だから、はじめはね、ちょっと女の子にしては変わってるかもしれないけど、なんか、かわいいよりね、おもろいって言ってもらえる方がね、嬉しいんだね。めっちゃやだてや、みんな。おもろいこと言わなくてもおもろいよ、マジだ。ありがとう。ところで、神アニメって3回言って、神アニメ、なんか難しい言葉使わないでもらっていいですか？いや、全然難しくはねえんだ、これ。3回言うから、なんかそれっぽくなるの。神アニメ。あ、言えたじゃん。何？ほんとや！ぜ！言えちゃえ！うえ！言えてねえよ。いや、言えてただろ、さっきのなんか、何回目かぐらいのやつは。笑った時の声は聞き取りやすい。あ、そうなんだ。あ、まあ、確かに。笑ってる時って口に力多分入ってるからかな。ルルヌはゾロ言えてんじゃん。言えんじゃん。まあ、ゾロ好きですから。三刀流っていう人ですよね。そんな脱力してんのか。そうだよ。例えるならなんか動物の、動物がさ、お腹見せて、へぇってなる時あんじゃん。そりゃ。はじめ常にそうだよ。どんだけリラックスしてんだって。すいませんな、ほんとね。リラックスしてしまった。伝わる、この、お腹見せてる状態っていうのが。まあ、だから、もうなんか、いやーって感じ。だからみんなも、なんか、初めの真似したいって思ってくれる人は、あれだよ、心の中で、ぐでたまみたいな気持ちになったら多分な、真似しやすいと思うよ。そう、ビヤーって感じ。もうね、ベタなんだけどな、おめ、おもしれ女とか言われちゃうとね、もうね、チュンク、あ、チュンクってなっちゃうんだよな。やっぱおもしれ女って言わねてみたいなとこある。そう、ちょっと気の強い系の攻略キャラクターに、ちょっとやられがちみたいなとこありますけど。壁ドンしたの落ちそうってどういうこと？わーおわー、落ちるってそういうことか。恋に落ちるってことか。いや、壁ドンは正直ちょっとどうだろうな。なんか、初めの場合、壁ドンされたら、スンで、多分な、すぐ下にしゃがむと思うね。なんだこいつはつって。で、足の間からスルルンって抜けると思う。そこで足で挟んできたら、こいつやりようってなって、ちょっと、いい感じになるかもしれない。壁なら目の前にあるじゃん。じゃがしは。効果や言うてるやろ。じゃがしは。そう。なんかね、切り抜きさんのやつ見てて、なんかめっちゃ面白いコメントがあって、2倍速にすると動物の森だなって。これ動物の森だなって。めっちゃ笑った。初めじゃな
後さ、動物の森へと思ってさ、あの自分のさやつをさこうやってあの再生速度2倍速にしてさ、そしたらさマジちゃんと思ってああ、はじめ動物の森だって天才だなって思いましたね、その方ありがとうございます。素敵な例えよって、後で試そうじゃないの、後で試すじゃない